アトラーニはイタリア共和国カンパニア州サレルノ県にある人口約900人の基礎自治体。春間なアマルフィ海岸に位置する小さな町でアマルフィの町の東隣にある。面積は0.12平方キロメートルであり、イタリアで最も面積の小さなコムーネである。アトラーニはサレルノ県北西部アマルフィ海岸にある町の一つである。西隣のアマルフィとは、 岬一つを隔てた関係にあり、距離は 1km 足らず、徒歩で10分程度と近接している。県とされるのからは、西南西へ、約 15km、ソレントから東へ、約 20km、州都ナポリから東南へ、約 37km の距離にある、イタリアで最も小さなコムーネ、編集2011年の国勢調査で用いられたデータによれば、 アトラーニの行政面積は0.12平方キロメートルであり、イタリアで最も面積の小さなコムーネである。2001年の国勢調査の際には0.20平方キロメートルという数値が用いられており、フィエーラ・ディプリミエーロに次いで2番目に小さなコムーネとされていた。なお、2014年6月末現在もアトラーニのコムーネの公式サイトでは、 フィエーラ・ディ・プリミエーロに次いで、第2位との表現がそのまま見られる。なお、他に面積が1平方キロメートルに満たない、コムーネには、ミアリアーノがある。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは、以下の通り、瞬間なアマルフィ海岸の入り江に築かれた町で、ティレニア海に面している、北にスカーラ、ラベロといったコムーネと隣接しており、町を見下ろす山中に散在する。 これらのコムーネの集落とは、400メートル近い、標高差を這い上がる道路によって繋がっている、イタリアの最も美しい村クラブカメーコムーネである、その街並みの美しさから、たびたび映画やコマーシャルの撮影に用いられている、13世紀混流、海に面して立ち、バロック様式のファサードとマジョリカ式のドーム、主楼を持つ、10世紀混流、アマルフィ共和国のドージェは、 この境界で権威の証となる帽子を授けられることになっていたアマルフィ海岸の海岸線を縫って走る国道 SS163 によって西にアマルフィ北東にミノーリーと結ばれている2006年7月からありがとうございます。